師の養像の芸術今日は8枚の監視と書を説明しますいつもよりだいぶ色調が変わっているはい1枚目次2枚目はい2枚目はい次3枚目 はい、3枚目はい4枚目はい4枚目はい次5枚目はい5枚目はい次6枚目 はい、6枚目はい7枚目はい8枚目はい8枚目はい次は。 純不動でそのままでいいそのままでいい純不動で説明いたしますこれは月は白く月は白く十三の夜信仰祈願遥かなり灰をとるは無限の今日 わん徴用を発す。ということ。月は白く。まあこれはまあそれでいいとい今日は十三の夜。信仰五前中の十二時。祈願はるかなり。帰っていく狩りがはるかに見える。灰を取れば。 杯をあげれば、無限の今日、大変限りなく楽しい。何ぞいとわん。どうして伊藤うか、いとういうのは、まあ、嫌がるかという意味で、腸、そんなことはない。長腰を発す。なち、長い歌を歌う。という意味である。 月は白く十三の夜信仰祈願はるかなり灰を取れば無限の京南蔵わん徴陽を発すということ。まあ非常に薄い色で書いているんで見えにくいかもわからんけれど微妙に色が混じっている。 この面白さを味わってほしいこれは新しい書き方として試験的に書いてみたはい次はいこれはちょっと変わった構図で書いてみた秋千,里秋千里というのは秋がまあ 千里広いい範囲で秋になっているもう秋どこもここも秋というような意味である月は,照らす秋千里月は秋千里もうずーっと全部に秋千里なっているいずこから来たりしか一曲のことその時どっから来たのか ことの音が聞こえるそれを「いずこから来たりしか一曲のこと」「あのことの音はどっから誰が吹いているんかいなと」と、まあ、そういうふうな心境を歌っていますはい次これはまあもともとは漢詞だったんだけれど漢詞の読み下しをしてみました 月待てば成功通り中堤中院言うなり参考風炉のもと歓喜人をして憂いしむ。 月を待っていると月の清らかな光が通りスーッとさしてきて中庭中庭には虫の音が聞こえて夕なり夕は、まあ、静かとか趣がある三光風炉のもと三光というのは真夜中の十二時夏夜中風炉もう風の中にまあ 結露水ああ梅雨やねのもとその寒さは人をして憂いしむその寒さに人は憂える寒いなあというふうに思うということだろうねはいその次これは肺癖 とこういうような廃液というのは壁が破れているという意味でまあぼろっち家の中でまあ昔のことだからえー、電気もないし暗くなったら寝るという生活をしているがそして灯油は高い菜種油は高いその菜種高い菜種油で一つだけ火がポツリと。 ボロ家の中でついている。「拝敵一刀」ということはそういうことである。拝敵一刀沈み、まあ。沈みだから赤赤していない。そこで「君を思う」カッコン「かっこん寂し、えーうんふかし」と。「君を思う」というのはこれはまあ男が男を思うとやろうな。まあ女を思うてもいいし。 母友を思うてもいいし大体友君を思うというのは君は友友を思う格好これは旅している人の心が深いということを言うているはい次これはちょっと関所の章の「ルという字の左側 がちょっと良くないねこれは赤昇これ夕焼け秋千里秋のもう千里広い広い範囲という意味で、まあたり一辺い一体赤晶であるという意味である赤昇秋千里こういうふうに色がいろいろ混じっとを まあ楽しんでいただけたらありがたいと思う次次は秋を悲しむこの悲しい用事ずいぶん長さが違うこれは恋にずらしている秋を悲しむ 秋を悲しむ御用を落ち夢を覚めて涙金を潤す金というのはまあエリアね。秋を悲しむ御用御用というのは霧の木である。霧の木が秋を悲しむかまあそういうやばなことは言わない。秋を御用が悲しむ。 まあ、一種の擬人法で秋を悲しむ御用が落ち御用落ちるのは霧の葉が落ち夢を覚めてまあ自分のことでもいい夢を覚めて涙金を潤す涙が襟元を 濡らすという意味であるちょっと大げさやけどまあそういうことですねこの悲しい有字の中にちょっと赤いのが混じっているようなやつもちょっと味わってくださいね色の変化を味わってください次「周期弱」これ上の字「秋」という字です にのぎこれを秋と呼びます。今の秋は反対。左右が反対。これは旧漢字の古い秋である。この木も空気の木。今の木と違う。今の木は名であって、これは米書いている。周期弱。 弱というのは静か寂しいわびしいという意味で秋の気配が寂しいわびしい天に横たおう秋秋秋弱として天に横たおうなち秋の気配が天に横になっている横に広がっているという意味で天に横たおう秋秋弱として静かで。 なんで秋の気配が空に横たわっとんやというのはこれはまあ皆さんが考えるかも分からんけれども詩を読む人間はそのように考える秋の気配が天にずっと横に広がっている天に横たう周期弱として水のごとく月光ゆうなり 水は大体澄んでいるね。月光も澄んでいる。水のごとく澄んだ月光がう静かで趣が深いと。大体いいこういう詩を読む人はちょっと変わった発想をしているから。まあ。 水道の水がというふうに呼んだらもう死にならない清らかな水を想像して月光が水のをとくという程度はい次これは上の字が月あふれ字で月下,下は明るい 月明これは月明かりという意味である。「古が月明の天」「金風九年に似たり」これは月明を呼んでいる。「古だから「一匹」「一匹のが古小月明の天」というのは月明かりの天のはるか彼方に一匹の狩りが飛んでいる。 これを言うのに古眼月明の天と言うている。まあ遥かなる彼方に月明の天に狩りが飛んでいる。こういうことを想像してもらわんと、この表現は理解されない。金風、金の風というのは秋の風。 金年に似たり、秋の風が吹いているあ去年も今年も同じように吹いているなという感想である秋は変わらないなと古岩月明の天金風九年に似たりと言うている。 まあこの月面もちょっとふざけた字やな月はね。だけどこれがお月さ。こういう一枚の紙の中のねどういう大きい字を書いてどういう小さい字をどこに書くかこれが、まあ、作者は考えて書いている。論理的に書いているわけではない。 感覚的に感性で書いているというふうに理解していただきたいと思います。ぼんやりといね、うん、まあ言い,いかわりか知りません。ということで今日の説明は終わります。